こういういわゆる番宣番組に呼ばれるときにフリートークよりもいろんなものの宣伝してくださいっていう役割を与えられることが多いんですよ。そうなんです、目的があって行かれる。で何かっていうと、はい、今度の金曜ロードショーでなんとあのバイオレットエヴァーガーデンの劇場版が地上波初放送になります。いやもうこれはね、日本中が涙すること間違いなし。知ってますか？お名前は知ってるんです。お名前バイオレットエヴァーガーデン知ってますよ。でも見たことがなくて、私が知ってるキーワードを3つほど挙げていいですか？はい、3つも挙げても知ってるじゃん。はい、お手紙。はい、お手紙。確か上司。あ、上司。はい、はーはー、上司。上司。あとなんか愛。愛ですかね。割と完璧。出た。よかった。どう突っ込もうかと思ったら、あのボケじゃなくてちゃんと3つ。よかった。割と的を射てますよ。よかったです。粗品さん突っ込むねね。そうそう、まさにその3つなんです。ですか？バイオレットエヴァーガーデンっていうのは女の子の名前です。あ、お名前なんですか？そう、バイオレットエヴァーガーデンで、バイオレットちゃんって言われてたりする女の子の名前なんです。はい、戦争中にいわゆる戦争孤児になっちゃって、家族がいない中もう兵士に見つけられて武器として育てられる。もうちっちゃい頃から英才教育。こいつは将来戦場に行ってもう相手をどんどん倒していくんだっていう風に育てられるから、もうちっちゃい頃から女の子としての感情がないんですよ。戦うためだけに。で、私はもう道具だって。ただ拾った兄弟のお兄さんはそういう風にこいつは武器だ、でも弟の方がまた慈悲深い人で、いやちゃんともちろんね、あの兵士としても使うんだけれども、この子は一人の女の子なんだ、だから女の子としての幸せっていうのも掴んでほしいんだっていう思いを持って接する。そのうち弟の方はその女の子を好きになった。女性として好きになっちゃう。そうで、その人が上司。あ、上司。ここで出てきた。ギルベルト少佐っていう少佐で、はい、少佐の下でバイオレットちゃんは、まあ、武器として戦場でも敵をね、これ戦闘人形って相手から恐れられるぐらいもう人をたくさん殺しちゃうんです。でそうやって愚痴にどんどん感情もなくなってくるでしょ、さらに。でも